SRO モータースポーツグループは、スパ24時間、インターコンチネンタル GT チャレンジ、GT ワールドチャレンジなど、様々なレースイベントやシリーズの宣伝と運営で、知られている、国際的なスポーツ組織。同社は1995年にステファン・ラテルによって、設立され、現在は、GT レースのグローバルリーダーとみなされている。SRO はまた、FIA モータースポーツゲーム、 e スポーツイベント、ツーリングカーのカテゴリーを開催している。2020年現在、ロンドン、パリ、リエージュ、香港にオフィスを構え、ラテルは引き続き CEO を務めている。インターコンチネンタル GT チャレンジは2016年に開始され、スパ24時間、バサースト12時間、鈴鹿10時間などの主要な耐久レースイベントを統一したグローバルなチャンピオンシップ。 このシリーズはマニファクチャラーを対象としているが、自社の車でワークスチームではなく、選択したイベントでプライベーターを任命してサポートすることにしている。初シーズンには4つのメーカーが参加し、2020年には9つのメーカーが参入した。最初のシーズンは3つのイベントで構成されていた。2018年に4つ、2019年に5つに拡大した。 2020年はナインティ1 9で鈴鹿10時間の中止前には同じ数が計画されていた。GT ワールドチャレンジはヨーロッパ、アジア、アメリカで確立された SRO のコンチネンタルシリーズを統合することにより2019年に開始された。それぞれが独立したカテゴリーのままでありながらメーカーはグローバルチャンピオンシップに向けて ポイントを獲得することもできる。SRO がオーストラリア GT チャンピオンシップとの提携に同意し、2021年からプログラムに参加する。地域シリーズは次のもので構成されている。GT ワールドチャレンジヨーロッパは2011年にブランパン耐久シリーズとして誕生し、その後2014年ブランパン GT シリーズに発展した。これは スプリントカップとエンデュランスカップの間で均等に分割された10ラウンドのチャンピオンシップ。このフォーマットは2019年の GT ワールドチャレンジヨーロッパへの変更しても引き続き使用された。チャンピオンシップのメインイベントは2011年から SRO チャンピオンシップの一部として運営されているトータルスパ24時間である。 GT ワールドチャレンジアジアは2017年にグランパン GT シリーズアジアとして開催された。GT ワールドチャレンジアメリカは2018年に SRO に買収される前は長年にわたってピレリワールドチャレンジとして知られていた。GT ワールドチャレンジオーストラリアは2021年に参加する4番目のシリーズになる。2006年に開始された GT4 クラスは パフォーマンスの点で GT3 を下回り、アマチュアドライバーと意欲的なプロを対象としている。コンセプトは SRO が所有しており、各シリーズは会社が直接宣伝するか、フランチャイズ契約を通じて編成されている。多種多様な車が GT4 競技用に公認されており、その多くは GT3 に見られるものよりも道路法廷の車にかなり近いものである。 GT4 ヨーロピアンシリーズ、FSAGT チャンピオンシップ、GT4 アメリカシリーズは、GT4 専用に開催されている主要なカテゴリーの一部だが、イギリス GT 選手権や GT、ワールドチャレンジアジアなどは、GT3 と GT4 の混走。イギリス GT 選手権も、ともとは1993年に、BRDC によって開催されていたが、 イギリス GT 選手権は2004年から SRO モータースポーツグループによって管轄されている。レースでは GT3 と GT4 の両方の車が同時にレースを行い、プロ、アムドライバーのラインナップがシリーズの基盤となっている。2021年シーズンはスパフランコルシャンデのレースを含め7つの国内イベントと海外ラウンド。 および改定されたクラス構造で構成されるように設定されている。ビア・オートスポートアワーズ2018ステファン・ロット・ルケッツエーグレガー・グラント・アワード AUTOSPOORT.com 2020年12月9日閲覧 SRO モータースポーツグループ SRO モータースポーツグループ2020年12月9日閲覧 GT ワールド チャレンジパワードバイ AWS GT ワールドチャレンジ2020年12月15日閲覧リリースオーストラリアン GT リブランデッド、アンダー GT ワールドチャレンジ4 2021スポーツカル365 sportscar365.com 2020年12月15日閲覧 SRO ビカムズマジョリティシェアホールダーオブ PWC スポーツカル3652018年7月18日閲覧ブリティッシュ GT ワチュニードーのブリティッシュ GT ワチュニードーの2021年1月4日閲覧ニューボールドブリティッシュ GT アナウンスリバンプトクラスストラクチャー 42021AUTOSPORT.com2021 年1月4日閲覧 FIA モータースポーツゲームズ FIA モータースポーツゲームズ FIA モータースポーツゲームズ2020年12月29日閲覧 SRO モータースポーツグループ SRO モータースポーツグループ2020年12月29日閲覧ありがとうございます